はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日は画面にありますようにシェイクストライク2というパーカッションの音源をご紹介します。超優秀で多分最高峰でコンタクトのプレイヤーでも動くというのも魅力的ですね。この操作は至って簡単で、でもコードにしたくなったらどん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 深掘りができるというとってもユニークなソフトウェアです。初心者の方が簡単にやることは、ここでプリセットのリズムを選びます。今画面にある曲はスイングのリズムです。ですから4分の4のトリプレット、これを選ぼうとします。するとこのように楽器も含めて出てくるわけですけれども、次にやることは楽器を選ぶということです。真ん中のタンバリンを少し変えてみましょう。このようにいろんなタンバリンがありますので、そこで選択をします。そしてメインに戻ります。この右にはシェーカーがあります。このシェーカーも、他のものに切り替えることができます。このようにしてたくさんのシェーカーがありますので、ここでもっともっと、たくさんのこういうシェーカーを選べれる。というわけです。そしてメインに戻ります。ちょっとどんな音か聞いてみましょう。画面の下のキーボードのところにありますように、ファの音から次のレの音まで、ここで黒鍵も含めた11音がありまして、この11音でいろんな演奏パターンを選ぶことになります。ちょっとやってみましょう。こんな感じです。ですから、これ以上は難しい設定はありません。もう一度復唱しますと、一つ目にプリセットを選んで、そして二つ目で楽器を変え、三つ目にキーボードで演奏するということです。右のベージュ色になったところは、ワンショットです。発見のところが、ワンショットを選べれるようになっていまして、黒鍵の部分はロールを鳴らすことになります。このようにフェードインとかになるわけですけれども、ここでパターンタブをちょっと見てみます。するとここにロールの設定ノブがあります。このつまみを右に回すと F シャープがフェードインになります。また、あと一つ二つ覚えておけば、いいこととしましては、このスピードというところを、二分の一を押しておくと、半分のテンポで演奏します。こんな感じです。あとは各ボリュームとパンを設定したり、例えばミュート、ソロ、これなんかは DAW などにもありますので、あまり難しいことではありません。そしてここのところで強さを設定します。いわゆるアクセントをつけるということですね。例えばこれを上げてみます。するとアクセントがしっかりつきます。この上にすると2つ打ちします。そしてもう1つ上にすると3つ打ちします。わかりにくいですが、3つ打ってるということになります。では、これで演奏をしてみましょう。私の方も練習などはしていませんが、まあ誰がやっても、鍵盤自身がこんな少ないですので、簡単に演奏ができます。ちょっといろいろバリエーションも入れながら、演奏をしてみたいと思います。Thank you.
はい、このように今は完全なアドリブですけれども、皆さんが弾いてもですね、こんなに簡単に弾けることになります。もうあとは今言った 1,2,3 の順番でやること、そしてこのミキサーのところにはボリュームであったりとか、マスターで若干のディレイなどエフェクトをかけれたりできます。そしてここにあるのがリバーブです。リバーブを選択したりすることもできます。何せ難しいことは何もなく、でも上級者になったら考えたいことがあります。確かにスイングもしくは三連トリプレットにもたくさんのバリエーションがあるんですけれども、4分の4も使いたいというようなこともあります。このような時は4分の4を選ぶと、先ほどのようにスイングしません。これでは今回の音楽には全く合いませんよね。そういう時はどうすればいいかというと、ここでスイングを100近くに設定します。するとこういう風になります。はい、これでどんな感じかちょっと聞いてみましょう。若干合わないときは、ここのスイングで量を変えてください。こんな感じで全く難しいことはなく、演奏ができるということで。コンタクト自身、私は案外苦手な方なんですけれども、このソフトに限っては難しいことはありません。そして今、最後に演奏したパターンで、このようにドラッグ&ドロップができます。この右端のところに、ドラッグできる領域がありまして、ドラッグをして持っていく、こういうことですね。そしてこれを複製します。そして鳴らしてみましょう。こんな感じです。今日はコンタクトプレイヤー、もしくはコンタクトフルバージョンで動きます。シマーというメーカーの、シェイクストライク2というパーカッションの、とっても素晴らしい音源をご紹介しました。村長スタジオでした。またねー。